マセラティ MC12、MC12 はイタリアのマセラティが開発したスーパーカーである。マセラティはフェラーリ・エンツオ・フェラーリをベースとしたマシンを FIA GT 選手権に導入する予定だったが、諸事情でキャンセルし、代わりにエンツオ・フェラーリの構成部を流用したレスカーを開発することにした。当初レスカーの名前は MCC、マセラティコルス・コンティツィネで、後に MC12 と改められ、マセラティ創立90周年にあたる2004年のジュネーブ賞で表された。シャーシはカーボンモノコックを基本とし、ノーメックスハニカム構造を採用している。また、安全のためにロールケージを備えている。サスペンションはダブルウィッシュボーン式を採用し、フロントのみ車高などをボタンで調整できる。ブレーキはブレンボ製でドリルドディスクに、 全654ピストンキャリパーを装備。また、ボタンにより、スポーツ、通常モードと、レース、TCS をオフにした状態の二つのモードを選択できる。ボディは、フランク・ステファンソンの設計によるもので、サイズは、全長 5143mm、全幅 2096mm、全高 1205mm とエンツオフェラーリより、拡大されている。ボディは、 カーボン製で着脱可能なルーフを備えている。ウィングは固定式で角度の調節はできない。重量配分は全41%、59%である。ボディカラーはビアンコ富士と呼ばれるマセラティブルーとホワイトのツートンカラーのみしか存在しない。このボディカラーのネーミングは日本の富士山に由来している。エンジンは エンツオフェラーリ用のエンジンをベースとした6.0リットル V12DOHC エンジンを搭載。最高出力は 632PS7500rpm、トルクは 66.5kgm5500rpm を発生し、0時速 100km 加速3.8秒、0から 400m11.3 秒、最高速度時速 330km という高い。 性能を発揮する。トランスミッションは、カンビオコルサと呼ばれる6速セミ AT で、ギアチェンジの時間はわずか0.15秒と言われている。ハンドル横のパドルシフトで操作を行う。ホモロゲーションモデルであるにもかかわらず、インテリアは豪華で、マセラティブルーに染められた、レザー、アルミカーボン素材で構成され、シートは、スパルコ製のセミバケットシートを採用している。センターコンソールには、 イグニッションボタンとマセラティではおなじみの楕円形のアナログ時計に加え、社名、シャーシナンバーオーナー名がローマ字で刻印されている、プレートついている。なお、エアコンは装備されているが、カーステレオはない。MC12 は1台約1億円と言われ、2004年に30台、うち5台は販売用ではない、2005年に25台が生産された。なお、日本においては、 保安基準に適合しないため現状では、ナンバー登録して、行動走行できないが、ルームミラーの追加装着や、リアスポイラーの小型かまたは、形状変更などの保安基準の適合対策を取れば、ナンバー登録しての行動走行は可能である。2004年 MC12 のレースカー、MC12GT12 台が FIAGT 選手権の GT1 クラスに出走。 イモラサーキットでのレースがデビュー戦となり2位と3位でフィニッシュ。次のオッシャースレーベンでのレースはアンドレア・ベルトリーにミカサログミが初の1位を獲得。最終選手会では MC12 が1位を獲得し総合7位でその年のレースを終えた。2005年 GT1 クラスでビタホンレーシングがチームタイトルを JMB レーシングが総合2位を獲得。 ドライバーズランキングでもビタフォンレーシングチームのミハイル、バーテルス、ティモ・シェーダーが2位になっている。2006年 MC12 で参加したチームはビタフォンレーシング、ミハイル・バーテルス、アンドレア・ベルトリーニのみだったがドライバーズカテゴリーでシーズンタイトルを獲得しチームも総合優勝を果たした。二千六年シーズンにチーム協がマセラティの協力のもとスタイルコース スティーレコルセというチーム名で、全く新しい体制で、スーパー GT の GT500 クラスに MC12 で参戦する予定だったが、マシン開発が間に合わなかったなどの理由で参戦を見合わせた。以降海外車両でのスポット参戦はあるが、フル参戦への動きはない。二千六年の FIAGT 選手権のドライバーチーム優勝を記念して、二千六年十二月の ボローニャモーターショーで発表された MC12 の限定モデルがベルシオネコルセ単にコルセともである 755PS まで強化された6.0リットル V 型12気筒エンジンと完オコルサを採用し最高時速は時速 323km、0時速 200km 加速は6.4秒というポテンシャルを発揮するボディカラーは ブルービクトリーのみだが、顧客の要望にも応じるという。MC12 ベルシオコルセは、限定12台、1台100万ユーロ、約1億5300万円で発売されたが、ヨーロッパの安全基準や、ハイガス規制を満たしていないことから、行動を走ることはできない。なお、日本では、KRH 社長の青山工事が1台、所有していた、現在は、売却済み。 ボディカラーはシルバーに変更され、内装の色も変更されている。また、富士スピードウェイで、プロドライバーが走らせると1分30秒を切る、タイムでラップするとのことである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。